はい、皆さんこんばんは。今日はですね、久しぶりに動画を回しました。今日はね、ずっとね悩んでたことを解決できるんじゃないかなと思ってあるものを購入しました。はい、今回ねちょっといじりたいところはこの上になるんですけど、蓋ですね。これなんて名前なのかな、ポリカーボネートっていうのかな。はい、これの状態なんですけど、これだとやっぱりね、こう水槽のこう下から見た時に照明がうまく届いてないというか、やっぱりこう暗いんですよね。まあうちはね、まあね、お金持ちじゃないんで、昔ながらのねこういった蛍光灯をね使ってるから、なおさらちょっとね、光量がね少ないのかなって感じはしますけど、こちらの奥の方はね、今無理やり斜めにね水中ライトを入れてる状態なんですけど、もう少しねこの蛍光灯がね、水槽の中に届けばなと思って、まあ貧乏ながらにしてあるものをね買ってきました。はい、それをね出していきたいなと思います。はい、今回購入したのはこれですね。アクリルのね板になるんですけど、これはね、よくね皆さんも去年一昨年なんかはたくさん見たんじゃないかなと思うんですけど、こちらはね、なんかコロナのね関係でよくつけてたと思うんですけど、アクリルのねパーテーションになります。まあアクリルの壁ですよね。これのね、サイズがまあまあぼちぼちうちの水槽に合うんじゃないかなと思って購入をしました。で、少しねサイズが合わないんで、まあ2センチ3センチちょっとこのねパーテーションが大きいんで、ちょっと加工していきたいなと思っております。これを買ってきたんで、綺麗に切れるかどうか分かんないですけど、やってみたいなと思います。で、これをね選んだきっかけは、まあまずまあ今回ねメルカリで2枚セットで購入したんですけど、お値段はね3000円で購入しました。まあまあ安いアクリルのね板っていう風な感じだと、まあ印象的なのはやっぱりね熱で反ったりとか、アルコールなんかがねかかった時にもうクラックが入っちゃったりとかっていうのはまあまあよくね知ってると思うんですけど、まあそれでもね蓋になるんで、でうちの場合は、なんていうのかな、水槽の真ん中にね骨が入ってます。まあフランジっていう言い方なんですかね。でそれが入ってるんで特にね蓋に、荷がかかることがほとんどないんで、薄い3ミリをね購入しました。まあ、5ミリとかもあったんですけど、それでもねやっぱりパーテーション使った方のが安いのかなと思ったのが一つですね。まああとはパーテーションは、自立させるための足がつくと思うんですけど、ちょうどねこの辺りねここ切れ目が入ってると思うんですけど、足がつくとこですね、ここにね、ちょうどね、ライト関係の線だったりとかエアレーションのチューブとかがねちょうど入るんでいいかなと思って購入してみました。それではちょっとね切って加工していきたいなと思います。はい、こういった感じでなんとかこれだけ分切りました。まあまあ難しいかと言われればそうでもないですけど、やっぱりプロみたいにね
スッと綺麗にやって、まあ綺麗にはできませんよね。こんな感じで、まあアクリルカッターが勢いよくザリっていったりとかね、やっぱしちゃいますね。でもまあまあ断面はね、今ちょっと面取りしたんですけど、まあこれにね、あとは1箇所2箇所くらいね、まあ2センチから3センチの穴を開けてね、蓋を外しやすかったりとか、そっから餌を落としたりとかするようなね、加工はまた後々しないといけないのかなと思います。もう一枚あるんでね、もう一枚も切っていきたいなと思います。はい、サイズ合わせてカットしてみたんで、こいつを外して、どのぐらいのね、明かりが光量があるかね、確認していきたいなと思います。まあまあ正直言ってね、あんまり変わらないんだろうけど、気持ち的にやっぱね、上から見えないですもんね、これだと。照明をね、今つけてる状態なんで、ちょっと暗くしてみます。はい、このぐらいですね。はい、では上をねちょっと変えてみます。はい、上変えてみました。まあ正直なところ分かりませんね。はい、でもね、とりあえず上からはね、今ちょっと曇っちゃってるんですけど、まあまあ魚が見えるのかなと思います。こういう感じ、右と左でね、こういう感じで、違いが出ますね。で、ここね、さっき言ってたところ、パーテーションの足の位置ね、に、切れ目があるんで、そこにね、こういう風にチューブをちょうどね、入れれるなと思って、これはいいやって思いましたね。はい。こんな感じで、まだね、ここ、餌入れるところ、穴開けてないんで、これはまたね、ホールソーなんかで、開けたいなと思います。こっち側はね、ちょっと配線がガチャガチャしてて、でね、一応、ここにね、こういうようなちょっと配管通してるんで、またちょっと一工夫いるのかなって感じですけど、はい。で、ちょっとね、横幅も長いので、センターがね、ちょうどフランジがこっからここまでで、今、切ったやつはここまであるんで、おそらくね、もう一つの分つけたらこの辺まで来るんで、まあまあまた横もね5センチぐらいねカットしないといけないかなって感じです。まあまあとりあえずこっちだけね先に変えて様子見でね、よいしょ、こんな感じ。まあまあまあね、頭の回転が悪い自分でも思いついた工夫の一つなんで、もしね、水槽の蓋を何かしらのものからこうやってな、クリアなものに変えたいっていう時は、パーテーションをね使ってみてはいかがでしょうか。すごいね、肉眼ではね蛍光灯がね、こっちは見えるんですけど、こっちはやっぱね、ぼやっとしか見えないっていう感じで、すごく違いはわかるんですけど、まあまあ、動画ではわかりにくいのかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。